モテ男クラブへようこそ。いらっしゃいませ、関口美奈子です。いつもご視聴ありがとうございます。 LINE 公式もご登録ありがとうございます。このチャンネルでは魅力的なモテる男性になるためのヒントをお伝えしています。今回はモテる男性のオーラを出す5つの方法ということでやっていきます。オーラというと、もともと生まれ持ったものという印象がありますが、もちろん生まれつきのモテるオーラを持っている人もいます。でもそうじゃなくて、モテるオーラを出すことはできます。まずは自分を好きになって、自分の魅力が何なのかを追求しましょう。そうすることでモテるオーラは出すことができます。今回具体的にどうしたらいいのかお伝えしていくので、どんどんモテるオーラを出していきましょう。あなたの周りに全然かっこよくないのに、なぜか彼女が途切れない男性っていませんか？容姿だったら自分の方が勝っているのにと不思議に思うかもしれませんが、そういう男性って実はオーラが違います。容姿関係なく、モテる男性が出すオーラというものがあり、そのオーラに女性は虜になっているんです。雰囲気イケメンという言葉があるように、よくよく見ると別にかっこよくないけど、なぜか輝いていてかっこよく見えてしまう人って一定数いるんです。モテる男性のオーラも雰囲気イケメンに通ずるものがあり、男性目線もしくはその人を知らない人から見れば、モテるようには見えない人でも知っていくと女性は恋をしてしまう可能性があります。雰囲気でモテる男性は女性を引きつけるパワーを持っています。それでは本題です。今日から実践できるモテる男性のオーラ5つご紹介していきます。徐々に難易度が上がっていきますが、まずは簡単なところからで、モテオーラの出し方、1つ目は姿勢を良くするということです。これは今すぐできますよね。姿勢が良くなると顔が前を向き、不思議とこの人は自分に自信があるのかなという印象になります。それに背筋が伸びていると、あなた自身も自然とポジティブな感覚になり、女性の前でも男らしく振る舞うことができると思います。私服やスーツをよりかっこよく着こなすこともできますね。姿勢が悪いとだらしない印象や暗い印象になるので、女性から好感を持ってもらえません。あなたは猫背でうつむきがちな男性にオーラを感じますか？あまり感じないですよね。女性は基本的に自分に自信のある男性が好きなので、自信があるように見えるように、まずは姿勢を良くする努力をしてみましょう。ふと気が緩んだなと思ったら姿勢を正すなどしてみるといいですね。壁に背中をつけて1回立ってみると、姿勢のいい状態がどんなものかがわかります。座っている時もですが、立ち姿が凛々しいと、それだけで他の人と違う印象を与えることができます。一番女性にモテる体型というのが逆三角形という研究結果があるので、筋トレして筋力をつけることで姿勢やスタイルも良くなりますよ。モテる男のオーラの出し方、2つ目は自分の見せ方を学ぶということです。自分をよく理解している男性はモテるオーラを出しています。例えば流行を追いかけて似合っていないファッションではあまり魅力は発揮できませんよね。服装はモテるポイントの一つになるので、自分の顔立ちやスタイルに最も適した服装のジャンルを見つけましょう。最初はよくわからないと思うので、配色はモノトーンを選んだりシンプルがベストです。店員さんに質問したり、いろいろ試行錯誤してください。自然と自分に似合う服がわかるようになりますよ。自分らしさを理解すると、どうすれば自分をよく見せられるのかを理解できるので、自信が出てきて変化しますよ。ただ注意点としては、自分の似合う服装と好きな服装は別だったりします。モテる男性は自分だけの魅力を知っています。その魅力を最大限に活かすことができているからモテるんです。自分の魅力がどこにあるのかを知っておくと、モテるオーラは出やすくなります。あまり無頓着にならずに、自分をよく見つめ直してみましょう。モテオーラの出し方3つ目は、自信と余裕を持つということです。おおらかで余裕を感じさせる雰囲気を持っている人は、周りを大きく包み込むようなオーラとして感じられます。モテるオーラは外見もですが、内面からにじみ出るものがとっても大事です。人格者は細かいことをいちいち気にしたりせず、些細なことで腹を立てたりしないで余裕があります。こういう人の周りには自然と人が集まります。またモテる男性の雰囲気は、せかせかしている動きの男性よりも、どこか動きが優雅で急いでいないような雰囲気を出すと、落ち着いている人だと周囲から思われてモテる可能性が高まります。余裕のある包容力や安心感を演出することができます。
自信と余裕があるモテ男の例を出すと、古代ローマで活躍した今もイタリア人に敬愛されているカエサルという軍人政治家がいました。絶世の美女クレオパトラさえ口説き落としたと言われています。なぜこのカエサルはモテたのか。この人物は見た目が良くなかったけれど雰囲気でモテたそうです。がっしりとした健康的な体に立ち振る舞いがスマートで自信にあふれていたといいます。そして女性にモテている評判が評判を呼び、さらにモテたということです。彼はプレゼントまで見返りを求めてプレゼントをあげたのではなく、喜んでもらいたいがために送っていたようです。こういう見返りを求める下心ある雰囲気を感じさせないなど、昔の英雄から学べるところもありますね。はい、ではモテオーラの出し方4つ目は、熱中できる好きなことを持つということです。何かに熱中している男性は例外なく魅力的に映ります。特にこれといった特技がなくったって大丈夫です。人は自分の好きなことに熱中しているとき、脳内から快楽ホルモンが分泌されやすくなります。快楽ホルモンは表情を生き生きとさせて肌ツヤを良くします。そのため何かに熱中している人ほど輝いて見えるんです。好きなことは仕事でも趣味でも何でも自分がのめり込めるものなら OK です。まっすぐ一つのことに磨きをかければ男性としての魅力もより際立っていきますよ。自分のこだわりとか信念が見つからないうちは、発言にも物腰にもオーラや風格は宿りにくくなると思います。何でも指示されたり周りの影響でやらされてる感いっぱいで仕事に向き合う男性にはオーラは感じられないですよね。夢や目標を持ってチャレンジして成功体験を繰り返す、成功するまでやり続ける人がモテる男性としての風格、オーラを出すことができます。大事にする自分軸を見つけることで、あなたもモテる男のオーラをきっと身にまとえるはずです。モテオーラの出し方最後5つ目は、影響を与える側になるということです。女性は自分の哲学や信念、自分なりの思いを持っている男性に対して憧れを感じます。基本的に人との関係は影響を与える側か受ける側のどちらかになります。あなたは相手の女性に影響を受けて振り回されたりしていませんか？そういうふうに相手の言動に一喜一憂しているとモテからは遠ざかってしまいます。相手の反応を気にしすぎたり、こびるような態度を出してしまうと、なんか必死だなぁと惹かれてしまうので NG です。話していると前向きになれたりとか、自分にいい影響を与えてくれる人には尊敬の気持ちが芽生えますよね。尊敬の気持ちが恋愛に変わる可能性があり、尊敬と愛情には密接な関係があるとされています。自分にないいい特徴を持っている人といられると刺激が受けられるし、尊敬の気持ちが生まれますよね。モテる男性のオーラを手に入れたら、あとは女性を気遣える会話を手に入れることができたらバッチリですね。会話力も女性と話すたびに力をつけていくことができるため、素敵なオーラを発して、まずは女性を引き寄せてください。というわけで、今回はモテる男性のオーラの出し方をご紹介しました。まとめると、1つ目は姿勢を良くする。2つ目は自分の見せ方を学ぶ。3つ目は自信と余裕。4つ目は熱中できる好きなことを持つ。5つ目は影響を与える側になるということでした。モテる男性のオーラを出すことへの一番のメリットは、実は自分に自信がつくことです。自分に自信がある男性は自然に前を向くことができますし、女性に対してこびることもなく自分の道を進んでいくことができます。そんな自信のある男性の姿は女性にとって魅力的なので、必然的にモテるようになります。あなたがもっと魅力的になって恋愛がうまくいくように応援しています。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。恋愛相談や婚活相談は概要欄の URL からお問い合わせください。お気軽にご連絡お待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。またのお越しをお待ちしております。